4つの位置片山ひろ子グレレゴリー夫人の伝説によると昔ゲール人の先住民ダナ人らがアイルランドに渡ってきた時には大空の空気の中を通って霧に乗ってきたそうであるダナ人は北の方から来たと書いてあるがその北の方に4つの都市があったまず大きな市ファリアスそれから 光り輝くゴリアアススとフィニアスずっと南の方にムリアスがあった。ダナ人はその4つの位置から4つの宝を持ってきた。まずファリアスからはリア・フエールと名付けられた運命の石。ゴリアスからは1本の剣。フィニアスからは勝利の槍。ムリアスからは大きな鍋。その鍋があれば、 いかほど大勢の人数にも十分食べさせ得られた。そう書いてあっても、そのふるさとの位置は北の方にあるとだけしかわからない。その四つの位置について、フィオナ・マクラオドの随筆では、昔、イデンの園の四方にゴリアス、ファリアス、フィニアス、ムリアスの位置があった。その頃遺イデンは天使らと 地の娘たちとの子孫で繁盛していたあの美と悲しみの女イブがまだ生まれてはいない自分で霊を持たないリリスの娘らは見る目美しく花のようであったが花のように枯れて死んでしまえばそれっきりであったその時アダムはまだ遺伝の園から起き出してはいなかったフィニアスの位置は遺伝の南の方の門でムリアスは 西の門であった北にはファリアスが一つの大きな星をかむって立っていた東の方に宝石の位置ゴリアスが日の出のごとき光を輝かせていたその光の位置では死を知らない天の人たちがリリスの子供である地上の女たちと愛し合っていたアダムが神の皆を呼んで世界の王となったその日 西と東と北と南のそのまちまちに大きなため息が聞こえて朝が来ても地の娘たちは天上の恋人たちの朝日に光る翼の動きにももう目を覚まさなかった天住人はそれきりイデに来なくなったアダムのそばにイブが目を覚ましてとこしエの不思議をたたえた目でアダムを見た時き、黄昏の嘆きと国別の声が まちまちに聞こえていた。海岸のムリアスに、鉱山の峰に立つゴリアスに、密かな静かな園のファリアスに、月光が槍のように刺す平野のフィニアスに。こうしてリリスの娘らは、塵のように、梅雨のように、影のように、枯葉のように過ぎ去って、四つの無人の町々ができたのである。アダムは立ち上がり、イブに、 住む人のないその四つの町々を見て歩き、世界の四つの古い秘密を探して持ってくるようにと言った。イブはまずゴリアスに行ってみたが、そこには何もなくただ火が燃えていた。イブはその火炎を取って自分の心に隠した。昼頃イブはフィニアスに来た。そこには白く光る槍があった。彼女はそれを自分の頭に隠した。 夕方彼女はファリアスに来たが、暗闇の中に輝く一つの星が見えただけだった。イブはその暗闇と、暗闇の中の星を自分の腹に隠した。月の昇る頃、イブは太陽の岸のムリアスに来た。そこには何もなく、ただ波の上にさまよう光が見えた。イブはかがんで海の波を救って、 自分の血の中に隠してアダムのところに帰ってきた。彼女はゴリアスで見つけた火炎とフィニアスで見つけた白い光の槍をアダムにやった。ファリアスではあなたにあげられないものを取ってきたのですが、私が隠し持ってきた暗闇はあなたの暗闇で、私の星はあなたの星になるのでしょう、とイブが言った。 海のそばのムリアスでは何を見つけた何もありませんでした。とイブは言ったが、彼女が嘘を言っていることがアダムには分かった。私はさまよう光を見ましたけれど、と彼女が付け加えた。アダムはため息してそれを信じた。イブは海の波を自分の血の中に隠した霧でそれは出さなかった。それからの世界の女たちが 無数の女たちが家もなく波のように頼りなく生きているのである。女が世々に受け継ぐものは海の波のように塩辛い。あるものは血の中に海の塩を混ぜて沈めがたいもだえを持ち。あるものの心には絶えず波が立ち。またあるものは家を捨ててさまよい、さまよい一生を終える。世界の母イブから 世界の女という女に永久に伝えられた遺産である。こういう伝説を丸呑みにして書いてみたところで、その太古の四つの町々は、今の私たちにはひどく遠い無縁のものである。しかし、無縁という言葉が当てはまるのかしら何かの好奇心か興味が、私にこの四つの位置の伝説を思い出させたのかもしれない。